グスタフ・マーラーは、主にオーストリアのウィーンで活躍した、作曲家、指揮者、公共曲と歌曲の大家として知られる、マーラーの聖火1865年のマーラー1892年の、マーラー1902年のマーラー1860年7月7日、父、ベルンハルト・マーラーと、母、マリー・ヘルマンの間の第二子として、オーストリア帝国ボヘミア・イーグラウ近郊の仮子と、村に生まれた。 夫妻の間には14人の子供が生まれている。しかし、半数の7名は、幼少時に、様々な病気で死亡し、第一子のイージドールも創生しており、グスタフはいわば長男として育てられた。その中、心臓水腫に長期間苦しんだ弟エルンストは、少年期のグスタフにとって、悲しい体験となった。グスタフは、盲目のエルンストを愛し、 彼が死去するまで数ヶ月間ベッドから離れずに世話をしたという。父ベルンハルトは強く勢力的な人物だった。当初はニューマ者での運搬業を仕事にしており、馬車に乗りながらあらゆる本を読んでいたため、御社大の学者というあだ名で呼ばれていた。独力で種類製造業を開始し、ベルンハルトの上流所を家族は冗談で工場と呼んでいた。ユダヤ人に 転挙の自由が許されてから、一家はイーグラウに移住し、そこでも同じ商売を始める。当時のイーグラウには、キリスト教ドイツ人も多く住んでおり、民族的な対立は少なかった。事業を成功させたウェルンハルトは、ユダヤ人会の役員を務めるとともに、イーグラウユダヤ人のプチブルジョアとして、ドイツ人と広く交流を持った。グスタフをはじめとする子供たちへも、 同様に教育を施し、幼いグスタフはドイツ語を話し、地元、キリスト教教会の少年合唱団員として、キリスト教の合唱音楽を歌っていた。息子、グスタフの音楽的才能をいち早く信じ、より良い音楽教育を受けられるよう尽力したのも、ベルンハルトである。彼は、強い出世欲を持ち、子供たちにもその夢を託した。母マリーも、ユダヤ人で、 石鹸製造業者の娘だった。ベルンハルトとは20歳の時に結婚している。家柄は良かったが、心臓が悪く生まれつき片足が不自由であり、自分の望む結婚はできなかったという。アルマ・マーラーは諦めの心境でベルンハルトと愛のない結婚をし、結婚生活は初日から不幸であったと書き記している。その結婚自体は、 理想的な形で実現したとは言えないものの、夫妻の間には前述の通り多くの子供が生まれている。ただし体の不自由なマリーは、教育熱心な夫ベルンハルトと違い母親としての理想的な教育を子供たちに施すことができなかった。グスタフは生涯この母親に対し、固定観念と言えるほど強い愛情を持ち続けた。ベルンハルトの母も、 行商を制御とする豪気な人間だった。18歳の頃から大きなカゴを背に売り歩いていた。晩年には、行商を規制した、ある法律に触れる事件を起こし、重刑を言い渡されたが、刑に服する気はなく、直ちにウィーンへ赴き皇帝フランツーゼフ一世に、直訴する。皇帝は、彼女の体力と80歳という高齢に感動し、読者した。 グスタフ・マーラーの一徹な性格はこの祖母譲りだと、アルマは語っている。本人の回想によれば、グスタフは4歳の頃、アコーディオンを巧みに演奏したとされる。5歳の頃、母方の祖父母の家を訪問した際、姿を消し長時間創作されるが、見つかった、彼は屋根裏でピアノをいじっていた。その時に、父ベルンハルトはグスタフが音楽家に向いていることを確信したという。 1869年にイーグラウのギムナジウムに入学。10歳となった1870年10月13日には、イーグラウ私立劇場での音楽会に、ピアニストとして出演した。ただし曲目は不明である。1871年には、プラハのギムナジウムに移り、この時期様々な文学にも親しんだ。1872年、イーグラウに帰郷。ギムナジウムの式典ホールで、 ピアノ演奏を行った。1875年、ウィーン楽友協会音楽院に入学。ピアノをユリウス・エプシュタインに、火星学をロベルト・フックスに、大砲と作曲をフランツ・クレンに学んだ。この年に弟エルンストが死去する。1876年には、ピアノ四重奏曲を作曲。また、ウィーン楽友協会音楽院で、 フランツ・シューベルトのピアノ・ソナタ演奏により、ピアノ演奏部門一等賞を、ピアノ曲で、作曲部門一等賞を受賞した。1877年、ウィーン大学にて、アントン・ブルックナーの家政学の講義を受け、二人の間に深い交流が始まる。1878年、作曲賞を受け、7月11日に卒業。1883年9月、 カッセル王立劇場の学長となる、1884年、ハンス・フォンビューローに弟子入りを希望したが受け入れられなかった。しかし6月、音楽祭で、ルートビヒ・バンベートーベンの大級公共局とフェリックス・メンデルス像のセイ・パウロを指揮して、指揮者として成功を果たす。1885年1月、サスラウ、若者の歌を完成。プラハのドイツ劇場の学長に就任。 しかしこの年、生活は、急防を極めた。1886年8月、ライプツヒカ劇場で学長となる。この年、子供の不思議なツノ笛作曲、ウィーン宮廷歌劇場、メトロポリタン歌劇場1888年、公共局第一番に町長の第一校が完成。10月、ブダペスト王立歌劇場の芸術監督となる。 1889年1月、リヒャルト・ワーグナーのラインの黄金とワルキューレのカットのない諸演をして模範的演奏として高い評価を得た。しかしこの年、2月に父を10月に母と続けざまに両親を失っている。1891年4月、ハンブルク歌劇場の第一学長となる。1892年1月19日、ハンブルク私立劇場で行われた。 ピョートルチャイコフスキーのオペラ、エフゲニー・ヨネーギンのドイツ書演を指揮。1894年12月18日、公共局第2番派単調が完成。1895年2月6日、弟,弟・夫が21歳で自殺。12月13日、公共局第2番派単調全曲書演。1896年、シュタインバッハにて、公共局第3番に単調を書く。 1897年春、結婚などのためにユダヤ教からローマカトリックに改修。5月、ウィーン宮廷歌劇場第一学長に任命され、10月に芸術監督となった。1898年にはウィーンフィルハーモニーの指揮者となる。1899年、南オーストリアベルターコガンのマイヤーニックに作曲のための三奏を建て、 公共局第4番と町長に着手。1901年4月、ウィーンの聴衆や評論家との折り合いが悪化し、ウィーンフィルの指揮者を辞任。12月、私の音楽を君自身の音楽と考えることは不可能でしょうか二人の作曲家の結婚をどう考えますかと、結婚前のアルマシントラーに作曲をやめるように申し出、彼女はその後作曲の筆を折った。なお、アルマは、 アレクサンダー・フォン・ゼムリンスキーに作曲を習い14曲の歌曲を残しており、これは、ウニベルザール出版社より出版されている。1902年3月、当時23歳のアルマと結婚、二人とも初婚だった。夏に、マイアーニックの三奏で、公共曲第5番英派単調が完成。10月、長女マリア・アンナが誕生する。1903年には、オーストリア皇帝。 フランツ・ヨーゼフ一世から第三党鉄十字勲章を授与された。この年、次女、アンナ・ユスティーネも生まれた。1904年4月、シェーンベルクとゼムリンスキーは、ウィーンに創造的音楽家協会を設立し、マーラーを名誉会長とした。夏に、マイ・アーニックの三奏で、公共曲第6番位短調を書き上げ、公共曲第7番補短調の2つの夜曲を作曲。 1905年夏には、マイアーニックの作曲小屋で、残りの第1楽章、第3楽章、第5楽章を作曲して7番も完成に至った。マーラーの眠る墓火1907年、長女マリアーナが、ジフテリアで亡くなり、マーラー自身も心臓病と診断された。12月、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場から招かれ渡米し、公共曲第8番編町長調を完成。しかし、 翌1908年5月には、ウィーンへ戻る。トーブラッハにて、大地の歌を仕上げる。秋に再度飛べへ。1909年、ニューヨークフィルハーモニックの指揮者となる。春、ヨーロッパに帰る。夏に、トーブラッハで、公共局第9番に町長に着手し、約2ヶ月で完成させた。10月、再び飛べへ。1910年4月、ヨーロッパに帰る。 この際、クロード・ドビュッシーや、ポール・デュカスと会う。8月、自ら精神分析医、ジークムント・フロイトの診察を受ける。18歳年下の妻が、自分のそばにいることを、一晩中確認せざるを得ない、脅迫症状と、崇高な旋律を作曲している最中に通俗的な音楽が浮かび、心がかき乱されるという神経症状に悩まされていたが、フロイトによりそれが、 幼児体験によるものであるとの診断を受け、劇的な改善を見た。ここへ来て、ようやく、ある前彼女の作品出版を進める。9月12日には、ミュンヘンで公共局第8番を自らの指揮で初演し、成功を収めた。1911年2月、アメリカで感染精神内膜炎と診断され、病苦を押して、ウィーンに戻る。5月18日、 51歳の誕生日の6週間前に、敗血症で死去。暴風の夜だった。最後の言葉は、モーツァルトル。だった。長女マリアアンナと同じ、ウィーンのグリンツイング墓地に埋葬された。私の墓を訪ねてくれる人なら、私が何者だったのか知っているはずだし、そうでない連中に、それを知ってもらう必要はないというマーラー自身の考えを反映し、墓石には、 グストブ・マラーという文字以外、生物年を含め何も刻まれていない。1909年のマーラー出自に関して、後年マーラーは、私は、見えの意味で故郷がない人間だ。オーストリア人の間では、ボヘミア人、ドイツ人の間では、オーストリア人、そして全世界の国民の間では、ユダヤ人としてと語っている。マーラーは指揮者として高い地位を築いたにもかかわらず、作曲家としては、 ウィーンで評価されず、その公共局は10局中7局が、オーストリア人にとってはすでに外国となっていたドイツで、荘園されている。マーラーにとって、アウトサイダーとしての意識は、生涯消えなかったとされ、裁判年には、ニューヨークで、ドイツ人ジャーナリストに、何人かと問われ、そのジャーナリストの期待する答えである、ドイツ人とは全く別に、私は、ボヘミアンですと答えている。 酒造業者の息子として育ったマーラーは、シュパーテンブロイという銘柄の黒ビールが好物だった。しかし本人はあまり酒に強くなかった。アマチュアリズムを大いに好んだとされ、チャールズ・アイブズの公共曲第3番を褒めちぎったのは、彼もアマチュアだからという理由が主なものだったと言われている。マーラーは自身と同じユダヤ系の音楽家である、ブルーノ・ワルター、オット・ークレン・ペーラーラに、 大きな影響を与えている。特にワルターはマーラーに浸水し、音楽面だけでなく、友人としても、マーラーを積極的に補佐した。クレンペラーは、マーラーの推薦により指揮者としてのキャリアを開始でき、そのことについて後年までマーラーに感謝していた。その他、オスカンフリートや、ウィレム・メンゲルベルクなど、当時の一流指揮者も、マーラーと交流し、強い影響を受けている。 中でもヒユダヤ系のメンゲルベルクは、マーラーから、私の作品を、安心して任せられるほど信用できる人間は他に、いないとの言葉を得るほど高く評価されていた。メンゲルベルクは、マーラーの死後、残された作品の紹介に努めており、1920年の5月には6日から21日に、かけて、マーラーの還元楽作品の全曲を演奏した。一方、マーラーは、 その一徹な性格から周囲の反発を買うことも多かった。楽団員からはマーラーの高圧的な態度が嫌われた。当時の反ユダヤ主義の流星と共にマーラーに対する態度は日々降下しており、ある日、バイオリン奏者の一人がマーラーがなぜあんなに怒っているのか全く理解できない。ハンスリヒターもひどいものだがねと言ったところ、別のものがそうだね。 だけどリヒターは同じ仲間だ。マーラーには仕返ししてやるぜと言った。当時のウィーンの音楽ジャーナリズムからも反ユダヤ主義に基づく不当な攻撃を受けており、これらはマーラーがヨーロッパを脱出した大きな要因である。なお、マーラーの敵を作りやすい性格については、クレンペラーがブダペスト放送での談話にて以下の通り擁語している。マーラーは大変に活動的な 明るい天性を持っていました。自分の責務を果たさない人間に対してのみ、激怒せざるを得ませんでした。マーラーは、暴君ではなく、むしろ非常に親切でした。若く貧しい芸術家やウィーン宮廷家劇場への、様々な寄付がそれを証明しています。加えて、クレンペラーは1951年にも、ほがらかで、エネルギッシュであったマーラーは、無名の人間には、 極めて寛大であり助けを惜しまなかったが、思い上がった人間には冷淡だった。マーラーは、真っ暗闇でも、その存在で周囲を明るく照らしたと述べ、マーラーの死後に広まった一面的マーラー感を否定している。マーラーの死後、評論家たちは、マーラーのヨーロッパ脱出を文化の悲劇と呼んだ。しばしば引き合いに出される。やがて私の時代が来るというマーラーの言葉は、1902年2月の、 アルマーアテ書館で、リヒャルト・シュトラウスのことに触れた際に登場している。以下が、その一文である。彼の時代は終わり、私の時代が来るのです。それまで私が君のそばで生きていられたらよいが。だが君は、私の光よ。君はきっと生きてその日に巡り会えるでしょう。カリカチは、超モダンな指揮者マーラーは、当時の楽団の頂点に登り詰めたトップ指揮者だった。 音楽性以上に徹底した完全主義、緩急自在なテンポ変化、激しい身振りと小説線にとらわれない草書的な指揮法はカリカチュア化されるほどの強い衝撃を当時の人々に与えている。その代表的なカリカチュアである超モダンな指揮者には1901年ウィーン初期の頃の激しい運動を伴ったマーラーの指揮姿が描かれている。なおその指揮ぶりは次第に 穏やかなものとなり、晩年、医師から心臓疾患を宣告されてからは、ほとんど不気味で静かな絵画のようだったと変化した。マーラーの指揮者としての名声は、早くから高まっており、1890年12月に、ブダペストで上演された、ドン・ジョバンニを聴いたヨハネス・ブラームスは、本物のドン・ジョバンニを聞くには、ブダペストに行かねばならないと語ったという。 マーラーは演奏する曲に対して譜面に手を入れることが多く、アルトゥーロ・トスカニーにはマーラーがメトロポリタン歌劇場を去った後、手書き修正が入ったこれら譜面を見て、マーラーのやつ、恥を知れ、と、憤慨したという逸話が残っている。もっとも、ロベルト・シューマンの公共曲第2番、公共曲第3番の演奏では、 トスカニーニはマーラーによるオーケストレーションの変更を多く採用している。オーケストラ演奏の録音は技術が未発達の時代であり残っていないが、公共曲第4番5番や歌曲を自ら弾いたピアノロールおよび唯一ピアノ曲の録音が残されている。式についてマーラーの言葉がいくつか残されている。すべての音の長さが正確に出せるなら、 そのテンポは正しい。音が前後互いに重なり、フレーズが理解できなくなるとしたら、そのテンポは、速すぎる、識別できる極限のところが、プレストの正しいテンポである。それを超えたら、もはや無意味である。聴衆がアダージョについて来られないときは、テンポを速くするのではなく、逆に遅くせよマーラーは指揮者として、多くの改革を実行し、それは、現代にも引き継がれている。 ブダペスト王立歌劇場時代、マーラーは、聴衆の理解のため、ハンガリー語で統一したワーグナーを上演した。当時、オペラ歌手は、要望が何より、重視されており、上演時にはそれら外部のスター歌手が起用されていた。そのためそれらスターが歌うことのできる言語が優先され、一つのオペラ公演時に、複数の言語が混じることすらあった。マーラーは、 聴衆の理解と歌手の実力を重視し、既存のスターではなく若い歌手を次々起用し歌劇場を活性化させている。ウィーン宮廷歌劇場では、マーラーは桜を廃止し、ワーグナーオペラを完全な形で上演した。当時は、劇場から雇われた人間が、客席に陣取り、やらせの拍手やブラボーをし、壮大なワーグナー作品は、カットされることが常だったのである。 ウィーンを中心に活動した公共曲作曲家の先輩として36歳年上のアントン・ブルックナーがおり、マーラーはブルックナーとも深く交流を持っている。17歳でウィーン大学に席を置いたマーラーはブルックナーによる歌声学の講義を受けている。同年マーラーはブルックナーの公共曲第3番の初演を聞き、感動の言葉をブルックナーに伝えた。 その言葉に感激したブルックナーは、この曲の四手ピアノ版への編曲をわずか17歳のマーラーに依頼した。これは後に出版されている。ブルックナーとマーラーは、その作曲哲学や思想、また年齢にも大きな隔たりがあり、マーラー自身も、私はブルックナーの弟子だったことはないと述解しているが、その友好関係は途絶えていない。アルマは、マーラーのブルックナーに対する敬愛の念は、 生涯変わらなかったと記している。ブルックナーの死後であり、マーラー自身の裁判年でもある1910年には、ブルックナーの公共局を出版しようとした、ウニベルザール出版社のために、マーラーがその費用を肩代わりし、自身に支払われるはずだった多額の印税を放棄している。マーラーは14歳年下であるアルノルト・シェーンベルクの才能を高く評価し、また深い友好関係を築いた。 彼の弦楽四重奏曲第1番と室内公共曲第1番補聴長の書演にマーラーは共に出向いている。前者の演奏会では最前列でヤジを飛ばす一人の男に向かい、ヤジっている奴の面を拝ませてもらうぞ。と言った。この際は相手から殴りつけられそうになったものの、マーラーに同行していたカールモルが男を抑え込んだ。男はマーラーの時にもヤジってやるからな。 と捨てゼリフを吐いた。校舎の演奏会では、演奏中こレミよガしに音を立てながら、席を立つ聴衆を、静かにしろ、と一括し、演奏が終わってのブーイングの中、他の聴衆がいなくなるまで決然と拍手をし続けた。この演奏会から帰宅したマーラーは、アルマに大使効家たった。私は、シェーンベルクの音楽がわからない。しかし彼は若い。彼の方が正しいのだろう。 私は老いぼれで、彼の音楽についていけないのだろう。シェーンベルクの側でも、当初は、マーラーの音楽を嫌っていたものの、後に意見を変え、マーラーのとと自らを称している。1910年8月には、かつて反発していたことを謝罪し、マーラーのウィーン楽団復帰を熱望する内容の、書簡を連続して送っている。ある夜、マーラーがシェーンベルクとテムリンスキーを自宅に招いたとき、 音楽論を戦わせている内口論となった。反発するシェーンベルクに怒ったマーラーは、こんな長生きな小僧は二度と呼ぶな。とアルマに言い、シェーンベルクとゼムリンスキーは、マーラー宅を、もうこんな家に来るものか。と出て行った。だが、数週間後にマーラーは、あのアイゼレとバイゼレは、なぜ顔を見せないのだろう。とアルマに尋ねるのだった。マーラーは、ポリフォニーについて、 独自の考えを持っていた。以下は、マーラー自身による結論である。諸主題というものは、全く異なる方向から出現しなければならない。そしてこれらの主題は、リズムの性格も、旋律の性格も全く違ったものでなければならない。音楽のポリフォニーと自然のポリフォニーとの唯一の違いは、芸術家がそれらに秩序と統一を与えて、一つの調和に満ちた全体を作り上げることだ。 マーラーの作曲後や、マーラーの公共曲は大規模なものが多く、声楽パートを伴うことが多い。第1番には、歌曲集、さすらう、ワコードの歌と、嘆きの歌。第2番は、歌曲集、少年の魔法の角笛と、嘆きの歌の素材が使用されている。第3番は、若き日の歌から。第4番は、歌詞が、少年の魔法の角笛から、音楽の素材は、 第三番から来ている。また、嘆きの歌は、公共的であるが公共曲の記載がなく、第一の歌は大規模な還元楽伴奏歌曲だが、作曲者により公共曲と題されていても、出版されたスコアには、その記載がない。楽器に関し、マーラーはカウベル、ムチ、チェレスタ、マンドリン、鉄筋や木筋など、当時としては使用されることが珍しかったものを多く、採用した。 中でも、公共曲第6番で採用した大型のハンマーは、人々の度肝を抜いた。1907年1月に描かれた、カリカチュア、悲劇的公共曲では、奇妙な楽器群の前で頭を抱えたマーラーが描かれている。しまった、警敵を忘れていた。しかし、これで、公共曲をもう一つ書けるぞ。各曲も、還元楽伴奏を伴うものが多いことが特徴となっているが、 この作曲家においては、公共曲と歌曲の境がはっきりしないのも特徴である。なお現代作曲家のルジアーノ・ベリオは、ピアノ伴奏のままの若き日の歌のオーケストレーション化を試みている。多くの作品において、調整的統一よりも曲の経過とともに調整を変化させて、最終的に遠隔調へ至らせる手法が見られる。また、晩年になるにつれ次第に、多調。 無調的要素が大きくなっていった。作品の演奏が頻繁に行われるようになったのは1970年代からだが、これは現代音楽において新ロマン主義とも呼ばれる調整復権の流れが現れた時期であり、前衛の停滞とともに多層的な音響構造の先駆者として、マーラーやアイブズ、ベルクなどが再評価された。現在、マーラーの公共曲作品はその規模の大きさや、 複雑さにもかかわらず世界中のオーケストラにより頻繁に演奏される。その理由について、デオルク・ショルティはこう述べている。マーラーが偶像しされるようになったのは偶然ではない。演奏の質にかかわらず、マーラーの公共曲なら、コンサートホールは必ず満員になる。現代の聴衆をこれほど引きつけるのは、その音楽に不安、愛、苦悩、恐れ、混沌といった現代社会の特徴が、 現れているからだろう自作の公共曲第一番を指揮するマーラーを描いたカリカチュアマーラーの勇猛な指揮ぶりと型破りな作品が共に日に暮られている。オットー・ベーラーによる影絵詳細はグスタフ・マーラーの作品一覧を3章以下の3曲のオペラはいずれも完成されず、そのまま破棄している。原曲は1820年から21年にかけて作曲されたが未完成に終わったため、 作曲者の孫にあたるカール・フォン・ウェーバーがマーラーに保筆を依頼し、1887年に完成された。保筆版の初演は1888年にライプツィヒの私立歌劇場でマーラーの指揮により行われている。1878年に原曲をン手ピアノ用に編曲したもの。公共曲第9番の第1楽章や第3楽章にトロンボーンを取り入れている。 原曲を原楽合奏版にしたもの。原曲を原楽合奏版にしたもの。近年では、リッカルド・シャイーが、この編曲版を全曲録音している。原曲の第2番と、第3番の中から5曲を選び、新しい組曲の形式へと編曲したもの。グスタフ・マーラーの名を冠した楽団が存在する。ありがとうございます。